ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介するお車が BMW M22024 年式1800キロこちらの車両になります。ついに新型 M2 を紹介する時がやってまいりました。そうですね、新車のデビューからはそうですね、ちょっと時間は経ちましたけども、でも入庫自体もボンドグループで初入庫じゃないですか、はい、初ですかね。ちょこちょこはやっぱり狙ってはいたんですけど、もともとやっぱ新車から、まあ、これも新車でオーダーしたお客様からちょっといただいたんですけど、やっぱ納期をちょっと遅れたりしてて、結局実際入ってきたのは今年の初めとかそれぐらいだったりするみたいな。そんな感じなんですね、はい、まあ、でもちょこちょこねオークションとかには出てたりするんで狙ってはいたんですけど、ちょっといい答えをいただきましたので、はい、ぜひ、はい、というわけで今回は新型の M2 をちょっと時間差ありますけれども、はい、自分たちで言うのもなんですけど、はい、良さは何ももらってないんで、はい、正直レビューで、はい、お届けいたします、はい、でまず外観からなんですけども、はい、色すごいですね。色これトロントレッドっていうのが、はい、これ G 型からの新色なんですね、はい、そしてもう消滅してるんですかこれそうですね、はい、やっぱりそうなんですか、はい、ホームページで予習しましたら、はい、この色があれない、はい、そしたら違う赤に置き換わってるんですね、はい、うん、でしかもこの色が激レアで、うん、今市場に1台、うん、ですね、ですよね、はい、中古車情報サイト多分60台ぐらい M2 出てるんですけど、うん、1台しかない、1台しか、激レアカラーじゃないですか。激レアカラーです。はい、ただなんか広報車でも使われてたりとか、はい、候補車、そうですね、デビューした候補車で赤 と、ね、赤ありましたね、水色と出てましたね、はい、結構 BM 的には推しの色なのかな、はい、でしかも赤以外にも今回のその M2 ってすごい派手な色多いんですよね。水色とか黄色とか、だからなんか車のキャラクター的にちょっとそっちのとんがってる方に行ってるのかなっていうのをちょっと感じました。そうですね、よりスポーティーな感じのやっぱりイメージ強いですよね、はい、そしてあとエクステリアのデザインに触れずにはいられません、はい、小島さんいかがですか。え？これ日本だけじゃなくて世界中でやっぱり言われてるみたいですね、うん、賛否がね、はい、いやでもね、賛否があった方がいいんです。そうですね、いや多分それを狙ってるんじゃないかなと思うんですよね、はいはい、でいろいろデザインのそういう評価の動画とかも見たんですけど、うん、同じこと言ってました、やっぱり。あ、そうなんだ、うん、もうもちろん全然違うデザイン言語って言っても、うん、違う世代のデザインとして、うん、先代とは全く別のものとしてデザインしてますっていう、うん、でそのちょっとどぎつい感じも狙ってるんじゃないかなっていう、うんうん、だから認められる日が必ず来る。そうですね、そうです、ね、でも BM って歴代そうっすよね。いやそうだと思いますよ、はい、だから結構定期的に BMW そういうことするんですけど、うんうんうん、時間経つとかっこいいよね、なりますよね。なります、なります、はい、7シリーズなんかも最近そんな感じがして、はい、うん、で正直いくと、うん、まだ受け入れられません。いやいやいや、もうね時間をかけてそうですね、はい、ゆっくり。ただ、はい、最初に出た時よりかは、うん、だいぶ見慣れたのもあるし、うん、あと実車見るとだいぶ違いますね、うん、そうですね、はい、でこれデザインもう一つ影響してると思うのはサイズ感。寸法の方が全長4580、全幅の方が1885、全高の方が1410ということで、はい、先代よりもちょっと大きくなってるんですね、うん、大きくなってますね。だからデザイン的にもそうですけど、はい、実寸もすごい迫力がある。昔でいうね M4 ですよね。そうですね、はい、でこれ調べたらもう3646どころか、はいはい、E90 より大きいんですよ。大きい、そうですね、もうだから2っていう、はい、E3C のもうヒエラルキーはもう過去のやつは当てはまらないですよね、はいはい、でも本当に4ももちろんでかくなってますけど、はい、もう2も確実にでかくなって、はい、もう昔の感覚でいうそのちょっとコンパクトなスポーティーな車っていうのはもう全然当てはまらないのかな、はい、なので、シャーシーは同じって言いますもんね、 M3 と。あ、そうです、そうですよね、 2、3、4 がなんと一緒ということ で、はい、ですね、でもっと言ったらエンジンとか足元とかもいろいろ共通なものが使われているということで、はいはい、もうだから2ってなんか名前だけっすよね、なんかそのパッケージの違いっすよね。パッケージ、そうそうですね、はい、というわけでそんなのが非常に生きてるデザインになってると、うん、で一つそのデザインの評価の動画にあったんですけど、はい、ここがやっぱり結構真四角のでかいダクト、うん、はい、あと下がつながってないんで、はい、ここがこうぶら下がってるように見えるっていうのが結構こう賛否を呼んでますよねっていうのを言ってる人がいました。僕じゃないですよ。いやいや、はい、でも結局さ、なんかカクカクからこう長丸くなってってなってまたカクカクに戻るみたいな。あ、確かにそう言われたらそうですね、感じじゃないのかな、うん、っていうのはなんか昔の BMW のデザインちょっとオマージュしてるところもあるそうです、うんうん、っていうのはヘッドライトをこの一眼にしたのも、うんうん、これ一説には2002、はい、2のターボのオマージュっていう話もあったんですよ、うん、確かにそう言われると、うん、なんか一眼一眼でちょっとこう
奇抜なデザインっていうのは、うん、まあ、その辺にちょっと回帰してるところもあるのかなと、うん、というわけでこんな感じのデザインになっております。そしてあと思ったんですけど、あとダクトでかすぎますね。これゴミとか落ち葉とか絶対入りますよね。あ、そうだね。なんか社外でこの網キットとかミニとかだと、あのシュニッツァーで網キットとかあるじゃないですか、うん、ああいうのなんかちょっとつけた方がいいんじゃないかなっていう。で今回の車は距離薄なんですけど、はい、ちょっとやっぱりラジエーターのところ、はい、いろいろ入った形跡がありますね、はい、いやこれ入らない方が無理でしょ。そうですね、うん、で、まあ、もちろんその空気を取り込んで冷却性能アップするっていうところにも貢献しているそうです、うん、というわけでこんな感じのデザイン。そして足元なんですけれども、なんとタイヤサイズが275/35/19ということで、はい、これ仙台235ですよね。そうですね。太くなりすぎじゃないですか。太くなりすぎ、そうだ、そう言われてみると。そうっすよね。そうでね、うん、なかなかこの寸法というか、うん、このサイズの車に履くタイヤサイズじゃないと思うんですよ、ね、なおかつフロントに、うん、だからもう仙台と全然別の車っすよね。別の車ですね、うん、ここ見ただけでも分かりますよね、うん、でしかもこのサイズがなんとあの M4 とかと一緒みたいな、うん、だ言ったら本当に M4 の、うん、その足元がそのままついてるっていう感じらしいです。 そしてホイールの方がこちらのホイールなんですけども、はい、これデザインは選べないんですよね。選べないです、はい、基本的にカラーの違いで3種類ということで、はい、シルバーか黒か、はい、バイカラーのこちらのホイールになってると、はい、一応オプションのバイカラーですね。あ、オプションのバイカラーのホイール、はい、そしてキャリパーはこの M コンポジットブレーキでして、はい、巨大ブレーキがついてると、はい、でなんて言ったって馬力が460馬力ですよ、はい、先代の役付きモデルよりなんと馬力が出てるということで、 そうですね、その辺もしっかり止まれるブレーキがついてると。そしてあとサスペンションの方は M アダプティブサスペンションということで、はい、乗り心地なんかも全部調整できる、はい、であと試乗レビューいろいろ見たんですけど、それがかなり進化してるみたいですね。乗り心地の差がですよね。そうですね、はい、路面の追従性がかなり良くなってるらしいんで、はい、まあ、全部同じ名前で M、うん、アダプティブサスペンションなんで同じ名前で同じサスペンションかなと思いきや、うん、その辺の制御なんかも緻密にできるようになってるそうです、はい、そしてこの太いタイヤが収まるこちらのフェンダーが仙台比、はい、なんと 25mm ワイド、ワイド仙台に比べて、はい、これワイドすぎません。これだからやっぱ普通で見たらやっぱりちょっとすごい車ですよ、うん、あの映像で伝わるかどうか分からないですけど、ほぼなんか車外のフェンダーっすよね、はい、そう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 、そのぐらいのサイズ感、うん、本来だったらこの半分ぐらいでストンと落ちてる感じでしょうけど、はい、全部それが出てるっていう。でブリスターで出てるんで、もうこの辺から全部一式出てる感じですよね、はい、だからサイズがちょっと可愛いサイズだから凄さが伝わりづらいよね。そうっすよね、うん、パッと見でもね、うん、そしてあとはおなじみの M のミラーもここがとんがってるタイプ、はい、そしてあとシャドーラインのエクステリア全部標準装備ですよね。標準です、はい、窓枠だったりも全部黒くなって、はい、そしてドアノブがついにこれになりましたね、はいはい、まあ、空気抵抗的にもなんか最近こうしまうタイプが流行ってるということで、こちらのドアノブになって、はい、あとサイドスカートのこの一体感もすごくないですか、はい、すごい、社外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 です、はい、これ純正でこれやっちゃうんだっていう、だデザインもそうなんですけど張り出しもえぐいじゃないですか、うん、えぐい、うん、結構出てますよね。で本当に車ワイドにしましたっていう感じのデザインになってる、はい、ただ往年のこの立ち上がるホフマイスターキンクでしたっけ、はい、うん、この辺なんか残ってたりとかして、うん、歴史的なそういうデザインの、はいはい、踏襲もされてると、はい、そしてリアのフェンダーもこれですよ、うん、これあのシームレスにつながってるからそう見えないけど、はい、ここプレスラインとか入ってたら本当に車外っすよ、車外です、うん、そしてリアに収まるタイヤはもっとびっくりで、なんと285、はい、このサイズね、2シリーズじゃないね、2に履くサイズじゃないっすよ、ないよね、うん、でタイヤの銘柄も基本的に M3、M4 と一緒らしいっす、はい、なんとリアは 10.5 ということで、はい、そしてホイールの方がリアだと1インチ大きくなってフロント19なんですけど、はい、リアが20になる、うん、そして後ろもこのどでかいドリルドのローターになると、うん、そしてあと上に行くとこのカーボンルーフ、はい、これオプションですよね。オプションです、はい、ですよね、はい、というわけでカーボンルーフもついてると。カーボンルーフついてると低くも見えますね。低く見えるし、まあ軽量化ですよね。実際にはその低重心化にもかなりつながってるということで、はい、こちらも装着されております。カーボンルーフ入ってるのって珍しくないかな。あ、そうなんですか。あんまり入ってない、珍しいんじゃないですか、はい、あとなんかパッケージオプションがあるんですよね。パッケージオプション、パッケージオプションだとありますけど、それとシートがカーボンになって、はい、すごい金額も高くなって、まあ、シートそれって結局乗り心地の差があるので、どっちがいいかっていうのはやっぱり好みが分かれちゃうんで、まあ、そこはねチョイスになりますけど。というわけで今回は単体オプションの、はいはい、このカーボンルーフもついております。続いて後ろを見てみたいと思います、はい、後ろはもうおなじみのこの
ちょびっとしたトランクスポイラーがついて、はい、あと後ろのデザインも前とあのちゃんと寄せてあるんですよ、はい、テールランプのデザインもちょっとヘッドライトっぽい、うん、このラインが入ってるのと、あとここのダクトも四角くこう抜いてあったりとかして、全体的にもうカクカクしてますよね。そうですね、うん、ちゃんと前後のバランスが取れてる、こんな感じになってる。そしてマフラーの方は M のマフラーがついてる、はい、バルブ付きですよね、はい、バルブ付きです、はい、だと思ったんですけど、あのマフラーのこの太鼓が、うん、あの先代の F 型よりちょっと進化してる、うん、ちゃんと真ん中がへこんでこのリブがついて、うん、あちょっとディフューザー形状になってる空力をね、はい、うん、先代ってあの湯たんぽ感が半端なくなかったですか。そうですね、そう言われてみたら、あの車近くで見るときは気にならないですけど、うんうんうん、前走ってるのを後ろにこうついたりして見ると、うんうん、こう太鼓がこうボテってこうはみ出てて、でしかもなんか湯たんぽみたいな感じの、うん、はみ出るのがすごかったじゃないですか、うん、で現行になってなんかちょっとこうですけど、このリフューザーと一体感が出てますよ ね、 ちゃんとここのリブなんかもつながって、だ多分ちゃんと下側の空力なんかも考えられたマフラーになってるんじゃないかなと。まあ、気になるサウンドの方はこの後聞いてみたいと、はいはい、そして気になるトランクの中身の方は一応オープナーはついてないですね、ダンパーだけで、はい、まあ、2ですからね、はい、まあ、逆にいいっすよね、そう重さがね、余計なものついてないと、カーボンルーフつけて、ね、軽くしたのに、それフルセンドだったら何やってんですかってなっちゃうんですから。そしてトランクの方は390リッターということなんですけども、ゴルフバッグちょっとクラブが刺さってたりカバーがついてるときついですかね。そこのネット下げるか、あとはそのゴルフバッグの種類によってはまあ詰めるかなっていう感じですよね、うん、ただ一応シートの方が424で倒せるんで、はい、ね、まあ、シート倒していただければ、はいはい、長物もいけるのかなと、うん、倒せばだからゴルフバッグ2つ余裕ですよね、倒せばね、だから2人で4人でこれゴルフ行くってことはないから、まあ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 そうですね、多分2つ倒して、はい、でちゃんと倒すレバーもトランク側に両方ついてるということで、クーペなんで、まあ、シートの位置によってはこうちょっと前に出す必要があるんですけど、まあ、倒していただければ長物かなりいけるのかなと。で、まあ、少し段差はありますけども、はい、割とこうシームレスにフロアがフラットになるんで、まあ、いろんなものが詰めるんじゃないかなと。そしてあとトランクの下側はないんですよね、この蓋が開かないということで、はい、収納はこれだけになります。続いてインテリア見てみたいと思います。これドアノブこうカシャって出てきたりはしないんですよね。しないですね、まあ、基本的に全部畳んでるタイプなんです、はい、そしてインテリアの方がこんな感じで、もう M のパーツ盛りだくさんということで、この M のスポーツシートもそうですし、はい、この M のステアリングももちろんついてると。でこのシートの柄の方がなんか3パターンあるんですよね、はい、真っ黒黒とあと赤のラインが入ってるのと、で今回の車みたいに赤青でラインが入ってるこちらのパターンになってる、はい、これだいぶなんか斬新じゃないですか。斬新ですよ。だから最初パッと見はあのなんて派手に見えますけど、はい、真っ黒だとやっぱりちょっと寂しい部分あるじゃないですか、はい、で赤赤っていうのよりもちょっと色が変わってる方が長く乗っていくとねいい感じになるんじゃないですか。これエクステリア同様あの、うん、最初ギョッとするんですけど、うん、時間が経つと、うん、あいいなこれってなるパターンですから、うん、そうだと思います。3、4ですごいあの、うん、青と黄色のなんかすごい内装のやつとかあるじゃないですか、はいはい、最近なんか BM 攻め攻めですよね。そうね、だからそこが受け入れられるのがいつになるのかな。ただちゃんと全部人間工学に基づいて設計されてるらしいんで、まあ、座り心地だったりだとか、はい、あと前側に行ってこのインパネスイッチ類なんかは全部計算されて、はいはい、使いやすいようになってるそうです。そしてこちらのメーターの方がおなじみのカブドディスプレイ、はい、メーターが 12.3 インチ、ディスプレイ側が 14.9 インチのこのシムレスにつながったやつですよね、はい、こちらになっていると、はい、あとトリムの方もなんか3パターンあるってことなんですけど、はい、今回のお車はカーボントリム、はい、シフトの周りだったりが全部カーボンになってる、はい、これはオプションですよね。オプションです、はいはい、というわけで非常にレーシーで、はいはい、質感も高いインテリアになっております。続いて乗ってみたいと思います。初試乗なので、はい、ちゃんと中もお届けしたいと思います。でまずあのエアロがでかすぎて、うん、これ絶対踏んづけるじゃないですか。ここね車外のエアロついてる車の時に言うやつですよ。これ絶対踏んづけますねっていう。プロテクション買った方がいいですよ、はい、必須ですね。というわけでしっかりこのステップもどでかいステップになってる。そして乗り込むとシートだいぶいいですね。だいぶいいんですよ、はい、なんか先代よりすごく質感高くなってる気がします、うん、調整の方は 8way プラスナンバーサポートっていう感じなんですけど、結構細かく調整もできるす。で膝裏も手動ですけど出せるようになってます。そしてステアリングはこんな感じでおなじみの太めの、うん
はい、M のステアリングになってる。この辺も純正オプションですよね。純正オプションです、ね、これトリムとセットですか。セットです、ね、はい、というわけでこちらのステアリングになってます。そしてメーターの方はつけると、これさっき乗らせてもらってびっくりしたんですよ、うん、車がちゃんと赤くなってるんですよ。あ、これたまたまじゃないですよね。どうだろう、多分そうじゃない、たまたまじゃないんじゃないですよね、うん、ちゃんとあの外装色に合わせて、うん、メーターの中の車が赤いんですよね、うん、でまあこの辺の表示に関しては3、4と多分同じですよね、うん、はい、そしてこっちも、はい、タッチ付きの、はい、最新の BM のこちらになっております。そうか、普通の車だったら白黒だからあんまり気にならなかったけど。そうですよね、ボディカラー赤だから赤って気になるよね。そうなんですよ、だからあれ赤くなってると思ってさっき動かした時びっくりしました、うん、そしてエアコン関係が中に入っちゃってるんですよね。そうそうそう、それ毎回そこをしてきますね、はい、戻していただけませんかってちょっと思ってしまいます、はいはい、でこちらオーディオだったり一部が外に出てる、はい、そして今回カーボンなんでカーボンパネルになってて、はい、こんな感じでドリンクホルダーと置くだけ充電もついております。はい、そしておなじみのこの辺も全部共通ですもんね、はい、はい、というわけでこんな感じ。そしてあとはセンターのコンソール、はい、こんな感じでUSB のタイプ C が1系統だけについております。そしてあとペダル関係は BM 優秀っすよね、はい、なんかあれっていうのがない。そして2シリーズでも結構デカめのフットレストのこんな感じで、ブレーキがちょっと右寄りですけど割と自然なレイアウト、はい、そこって結構マニュアル車だと結構言われるとこあるんですよ。あ、そうなんですか。右ハンドルだと、右ハンドルとあとはそのシートの組み合わせで、そのさっきの言ってるそのカーボンシートあるじゃないですか、はい、昔座ったことはね、 M3 のツーリングの時に座ったじゃないですか、はい、あれって足の位置が固定されるじゃないですか。あ、そうするとそれと固定とクラッチの位置が若干違うみたいです。あ、なるほど、はい、なのでこのシートとカーボンシートって結構やっぱ新車を選ばれる方ってやっぱそこは結構注意した方がいいかもしれないですね、はい、足元の関係を。なるほど、まあ、オートママニュアル、カーボンシート、普通のシートでそんな違いもある、うん、違いもあります、ね、はい、そうなんですね、マニュアル選べるんですよね。マニュアル選べます、はい、ただいろんな読み物が書いてあったんですけど、うん、圧倒的にオートマがおすすめですってなんでか分かんないです、はい、そのシフト操作楽しみたい人は、はい、まあ、もちろんマニュアルが絶対おすすめですけど、はい、普通に乗るんだったらもう車が速すぎるし、うん、頭が良すぎるんで、うん、普通にオートマ買った方がいいですっていうのはいろんなレビューに書いてあったんです。そうですね、で、はい、これもちょっとあれなんですけど、先日来たお客様がマニュアルとオートマどっちがいいですかって言われたんですよ、はい、で今まではマニュアルも乗られたことがないと。どう答えますか。難しいですね。車、え、この車に。そう、あ、とりあえずちょっと今日乗って判断していいですか。そうですね、はいはい、乗って結論出したいと思います、はい、そして天井関係はこんな感じで全部このアンスラサイトの黒い天井、バイザーもこんな感じ、はい、そして今回の車はレーダー探知機とドライブレコーダー、これ、あ、純正のやつですね。ドライブレコーダーもついております。じゃあ続いて後席も見てみたいと思います、はいはい、でも本当に土足だと絶対引っ掛けますよ。ちょっと引っ掛けそうなんで、あ、一応自動で前に行く機能もついてると、はい、で、いろんな資料を見たらなんか後席のレッグスペースがちょっと広くなってる、はい、まあ、車長くもなってるんでそこ長くなってる分広くなってないと困るんですけど、うん、いかがですか。私身長168ですけど、まあ、頭はダメですね、ギリギリです、はい、まあ、乗れなくはないですけど大人の方170以上の人はちょっと頭ぶつけちゃいます。ついちゃいますよ。ついちゃいますね、はい、で一応落としましょうか。あ、意外にいけんじゃないですか。いや、ダメでしたねこれ。大丈夫、あ、ギリギリセーフ。全然、あ、全然じゃないよね。こちらクッションはいかがですか。クッションちょっと固めですね。フロントが結構柔らかい分余計こう感じますよね、うんうんうん、そうね、大人の人が乗るにはちょっと苦しいかもしれないねお子さんぐらいだったら、まあ、お子さんぐらいに。だから多分この手の車って、はい、まあ、お一人で乗られるか、例えばそのご家族でもまだお子さんが小さい時のタイミングに乗られる方が多いかもしれないんで、それだと全然長距離はちょっとあれかもしれないですね。で装備的なものはいかがですか。エアコン吹き出しだけ。吹き出しだけですね。小物入れがあるぐらいで。なるほど。普通です、はい、というわけでこんな感じの後席になっております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方がこれがすごいんですよね、はい、S58B30A っていう、なんとこれ M3、M4 と同じエンジン、はい、あの先代って、はい、あの通常の M2 って
あの M のエンジンじゃない、はい、まあ、乱暴な言い方すればですけど、はい、って結構言われたじゃないですか、はい、S エンジンじゃないんですよね、はい、N エンジンなんですよ、はい、でコンペ以上になると、はい、M 社の、はい、S エンジンになる、はい、それが現行型はもう最初から、はい、M2 の時点で S エンジンで、しかも先代の S55 じゃなくて、はい、S58 にバージョンアップしているエンジンになっております、はい、そして排気量の方が 2992cc 直六のターボで、これは一緒なんですけども、馬力の方がなんと460馬力、はい、あの先代の薬付きよりかも馬力が出てると、はい、でしかもこのパッケージで460っていうのがなかなか活かしてますよね。そうですね、うん、でトルクの方が550ニュートンで0-100の方がなんと 4.1 秒です、はい、FR ですよ、はい、このパッケージですよ、はい、4秒前半ということで、はい、そして最高速の方がマックス250キロ、はい、なんとドライバーズパッケージ入れると285キロ出るらしいです、はい、そうですね。そしてこれエンジンの方がその先代の S55、M2 コンペのエンジンと何がどんだけブラッシュアップされているかというと、まずヘッドが圧倒的に冷却効率がアップしているそうです。なんか 3D プリンターでその水路を設計して、それで型作ってなんかアルミの鋳造で作ってるらしいですよ。へー、そうなんだ。だからよりこう複雑な水路で冷却効率を高めてるらしいです。であとピストンにこうオイル吹いてこう潤滑と冷却するんですけど、それも通常1本なんですけど、それを2本にして潤滑と冷却ができるようになっているそうです。であとその他にもこの馬力がめちゃくちゃ出てるんで、まあクランクの受けがアルミから鋳造になってたりとか、あとクランク自体もフルカウンターらしいです。クランクシャフトってこうピストンがついてるんで、反対側にこうバランサーって重りがついてるんです。で通常6気筒ってもうそもそもバランスがいいんで、あんまりそこまで突き詰めるってことはあんまりしないらしいんですけど、レーシングエンジンとか別にしてこの M2 の S58 エンジンだともう6気筒でバランスよくても全部フルカウンタータイプ、めちゃくちゃ滑らかに回るようにお金のかけたクランクが使われているそうです。小島さん補強が今日はねもうすごいね3、4と一緒じゃないですか。そう、同じ。もうここ繋いでるのもそうなんですけど、実はこの中も補強あるんですよね、そうですよね。開ける開けるここ、ガチガチじゃないですか。ガチガチですよ。車外の補強パーツ出番ないじゃないですか、だからこれって結構走りに影響するんじゃないかなっていう、それこそ昔の車でターバーとかつけると結構変わるじゃないですか、フロントの、それのもうすごい版ですよ。すごい版ですね。ちゃんと計算されてる、はい、そしてボンネットを開けるといかに車がワイドになってるか分かりますね、なんとベースのフレームのところはここっていう20センチくらいにフェンダーがこうモリモリってついてるという、はい、これはすごいっすね。結構その M2 ってそのやっぱりなんていうんですか、評価されてないよね全然。あ、良さが確かに、ね、良さというか凄さが M3 とか M4 にちょっと持ってかれてる感ありますよね。そうそうそう、あると思うんですよ、はい、ただ実は主役こっちなんじゃないかなっていう、そこのね本当のスピードっていうところだよ。だってこれ0-100だっけ、あれ0-4かなんか彼らより速いんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ、確かそうに言われてました、ね、はい。そして今回改めてこのパッケージの内容を見たら、だってほぼこれこのサイズに M4 のものを詰め込んだパッケージじゃないですか、そうそう肉にして。そうそう、だから本当にあのホイールベースが短いだけ、だからトレッドとかもだって M4 と一緒ですもん。そうそう、マジです。駆動系とか一式をこのサイズに全部詰め込んだ車、もしかしたら M の中で一番スパルタなことですね。あ、確かに、ちょっとワクワクが止まりません。飛ばしちゃダメですよというわけで乗ってみたいと思います、はい、続いて透過類確認したいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。
行きましょう。はい、小島さん、これなんかドア開けると、うん、あの iPhone のこの録画スタートの音しますよね。あ、そうしますね。これこういう仕様なんですか。これで。あ、そっちっすか。ドライブレコーダーだと思う。あ、ドラレコの音か。うん、そしてちゃんと M シートベルトです。はい。はい、でも中も外も派手じゃないですか。なんかあの癖になりますよね。そうね。このぐらい派手で。うん、いいかもしれない、思い始めます、うん、よし、ちょっと初試乗ですよ、はい、M2 ですね。あ、一応今、はい、M2 ってあのスポーツとコンフォートの差がね、はい、結構あるっていうことなんですよ、はい、なのでまずコンフォートから。あ、ていうかハンドルがあんま下がんない。ここまでしか下がんない。もうちょっと下げたい。そうじゃあまずコンフォートから、はい。あとこの車の賛否分かれるところって言ったら、うんうん、ちょっとボディカラーかなって思います。嘘でしょ。本当っす。いや赤、BM あんまり赤のイメージなくないですか。いやでも、はい、やっぱなんていうんですかね。いや僕は好きっすよ。賛否というか、はい、あの赤ダメな人はダメなんですよ。だから絶対選ばないから。はい、わ、はいはいはい、かりますよ。でも僕はいいと思います。赤はいい人は赤なんで、はい、なんせだって僕あの過去2回赤い車買ってますから、ね、うん、あこれ全然もう F 型と違うっすね。違います。違う。車がすっごいしっかりしてる。足もしっかりしてる。で今コンフォートなんで、うん、足の硬さはそんなないっすね。しっかり感がすごい。あとボディのしっかり感がすごい。コンフォートだけどやっぱりスポーツカーしますよね、はい、そうっすね。完全スポーツカーっすね、うん、全体的には固めっす、うん、ただあの AMG GT とか、うん、ベルフォルマンテみたいにこれ乗ってらんないよって感じではないっすね、うんうん、すっごいしっかりした足回り。アイドリングストッパーオフで、うん、はい、っていうかこれほんと M4 っすね。なんか質感めっちゃ上がってる。わわわわわ。アクセルワークどんな感じですか。パワーめちゃめちゃあるっす、うん、持て余してる感じ。持て余してます。これはやりすぎてる気がします。先代の方が M2 って言われて、うんうん、名前とパッケージというか何ていうんですか、うん、車の作りがマッチしてる気がするっす。でやっぱりあえてパワーを落としてるっていうのが分かる感じ、ね、そうっすね、そうっすね、うん、いやそれでも出過ぎな気がしますよこれ。そう M2 じゃないっすよこれ。 M2.8 ぐらいまでいっちゃってますよ。ほぼ M3 ぐらいまでいっちゃってるっすよ。ほぼ M3、はい、でももう M4 になったらもっと馬力も出て、うん、はい、でホイールベースも長くなってですもんね、うん、でもやっぱりでも重たいじゃない。あ、まあそうっすね、うん、同じ肉モデルで比べても多分重たくなってるんで、うん、これはすげえの作ってきたっすね。そしてステアリングの太さはおなじみのこの太さですけど、うん、ステアリングは結構軽めです。軽め、はい、歴代の BMW みたいにすっごい重たいステアリングではないっすね、うん、ちょっとなんかシート硬い気がするな。本当っすか、うん、じゃあスポーツ入れていいですか。踏んでスポーツ行く。スポーツ入れました。おお、これ早い、これ早い、これは早い。これちょっとさ、はい、ああ音作ってるかな。作ってますね、めっちゃ作ってますね、うん、いい音するよね。これは早い。これちょっとびっくりした。はい、うん、こうブーストが上がるまでのこうためがためがね、なんかこうちょっとジェットコースター。これは早い。カタ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 。そうっすね、そうっすね。あって感じだよね。これ制限速度を考えたらもう1秒も踏めないっすね、うん、はあ、これすごい。プラスにしてみる。プラスします。両方プラスで、はい、いやもうは早すぎる、早すぎる早すぎる。プラスは早すぎるですよこれ。お危ない危ない危ない。ちょっと なこれは危ない。なんだろう、ちょっと M2 じゃないね。M2 じゃないっすもん。イメージが。はい。めちゃくちゃ速い。これ先代と全然違うっすね。全然違う。洗練されてるっていうのとまた違うっすね。より凶暴になってる。そう。凶暴になってる。いやだから M2 じゃないっすよ、もはやこれ。M4 のバリエーション違いぐらいな。うん、すごいね。だからちょっとなんていうのかな。根気な感じだよね。でも僕はこういうちっちゃい車にとんでもエンジンととんでも足回りっていうパッケージめちゃくちゃ好きなんで、それをなんか本当に成熟させた感じだよね。そうですね、うん、これは乗ったらめちゃくちゃ楽しいですよ、うん、だサーキット行きたいっていうよりかは、
あのすっごい広い駐車場で一回振り回してみたい。ああ、はい、だってドリフトアナライザーついてるんですよ。あ、そうそうそう、はい、これ一回使ってみたい。ドリフトの採点してくれるやつ、ね、どうでしたっけ。あ、これそう、このドリフトの採点してくれるやつで、うん、でコースでドリフト多分全然無理なんで、うん、ダメですよ、したら点数ちょっと出してみたい。ダメダメダメ、これすごい。でスポーツプラスにするとステアリングが結構重たいです。重たい、はい、うん、けどすごいスムーズ。そしてブレーキはめっちゃ効くっす、うん、だって見たらリアのブレーキロードはめちゃくちゃでかいんですよね、うん、で街乗りのブレーキとしては、はい、癖があるようなブレーキですか。そんな感じ。いや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 、普通に乗れる感じの、はい、初期制動なんかはもう普通のやつと変わんないですけど、奥めちゃくちゃ効くっす。で音すごい作ってる感はあるっすけど、まあこれはやむなしかなと。でスポーツプラスにしてもそんなに足はっていうか車の動きがめちゃいい、これ、うん、ちょっとなんか今正直何も考えないで乗った感じだと、はい、びっくり拍子抜けする感じだよね。拍子抜けっていうかな、拍子抜けって言い方変だな、びっくりする感じ。そうですね、うん、これはやばい。である程度そのスーパーカーとかスポーツカーってちょっと僕たちも構えて乗るじゃないですか。で今回ちょっと油断して乗ってたよね。そうですね、正直、うん、いやこのパフォーマンスだったら、うん、この派手な見た目と、うん、このタイヤホイールは完全マッチしてるっすよ、うん、むしろ足りないぐらい。もうこれにでっかいウィングとかついてても、うん、違和感ないぐらいのパフォーマンスっす。一応今回ノーマルですけど、はい、どうでしょう。いや正直 M4 を買う人こっちの方がいいんじゃないかなっていう、多くの人は。いやいじるとしたら、あいじるとしたらですか、うん、そうそうそう。いやーなんかもういじんなくていい気がするですこれ本当に、はい、まあ、リップはつけたいですねちょっと、うんうん、やっぱりフロントのデザイン、うん、特に黒以外の車だと、うん、バンパーのこうぶら下がってる感ちょっと出ちゃうんで、うん、リップつけるぐらいでいい気がするです、うん、足回りは、足回りもとりあえず一回これでいきましょう。そう、はい、結構そのこの電子制御の評判いい、はいみたいですからね、はい、まあ、入れるにしても AJS とかでちょっと車高微調整、うん、ダウンスプリングとかで、で一回このとてつもない高い性能を味わってからでいいと思います、うんうん、最初からベタベタにしちゃうのはちょっともったいない気がする、うん、これとんでもない車ですよマジで。結構なんか最近にないちょっと、そうっすね、このサイズでこれはすごかった、これすごい。いや結構 M4 大きくなりすぎちゃったじゃないですか、うんうんうん、だから M4 買ってる人もかなりの人はこの M2 の方が良かったかもって言うんじゃないかっていうぐらいすごいパッケージこれは。あ、でもだから実際それ乗ってみてだよね、はい、乗ってみてだけど、さっきのその最初の表示の説明があったデザインに好き嫌いがちょっと多いから、はい、多分食わず、そうですね、食わず嫌いというか、いやそれはめちゃくちゃあると思う、多分あるかもしれないけど、乗ってみたらめちゃめちゃいい車だっていう感じでね。なんかこのコンパクトさと、うん、あとこのボディ剛性の高さ、うん、あととてつもなくこのパワーが出てぶん回るエンジン、うん、なんか初めて 46M3 乗った時思い出したんですよ。 あ、はい、あと CSL、うん、もう実は乗らせてもらったことあるんですよ、うん、その時をちょっと思い出したんです。結構今市場的にも M2 の評価ってあんまり聞かないじゃないですか、はい、もしかしたらまだ皆さんにこう評価されてない車。いや、それめちゃくちゃ思います。めちゃくちゃ思います。うん、いや、すげえいい車です。オプションはほとんどないんですよね。うん、だからどれ買っても大体。ちょこちょこありますよ。サンルーフ、うん、トラックパッケージ、はいはい、あとハーマンカードぐらいですよね。はいはい、インテリアカーボン。はい。ああ、そうですね。ホイール選ぶぐらい。ホイールとか、はい、まあ大きな穴はないですね。そうですよね。だからどれ買ってもらってもいいと思いますよ、うん。その中で今日紹介したのは距離も薄めだし、うん、はい、どうせ派手に行くんだったらこのぐらい派手なの行きましょう。うん、赤で、ね、この内装で、内装ね、はい、でこれがまたバケットシートになるとまたちょっと本気になっちゃうじゃん。そうですね、うん、いやでも車のパフォーマンス的には、うん、バケットシート必要、うん、思ったっす。あ、そう。ただバケット入れるとステアリング下げてもここまでなんで、うんうん、これでグー1個ぐらい入るぐらいなんですよ、うん、一番シート今下げて、うんうん、だ低すぎちゃうんじゃねえかなと思うんですよ多分。ああ、そうなんだ。そう、もうちょっとステアリング下がってもいいと思うんですけど僕的には。だから M2 乗る方の、はい、どんな形の方が乗られるかですね。やっぱりこう、はい、プライベートと兼用だったらやっぱり助手席は今あ多分このシートが限界、うん、人乗せるんだったら圧倒的に M4 の方がいいと思います、うん、広いし乗り心地いいし、うん、だ結構やっぱドライブじゃない、はい、まあ、大変な話、はい、峠とか走ったりするっていうんだったら、
こっちの方がいいかもしれない。もうタイトに走るんだったら絶対こっちっす、うん、絶対こっちっす、うん、めちゃくちゃ楽しい、うん、これ多分ゆくゆくもっと評価されると思うんですよ。そうね、はい、認知されて、うん、はい、そっちなんかバンパー作っちゃえばいやこれ多分時代が追いついてくると思うんです、うん、多分7とかと一緒で、うんうん、はい、今ちょっとギョッとするっすけど、うん、ゆくゆく絶対時代が追いついてくると思うんです、うんうんうん、はい、そしたらね、はい、いいよね。結構今そうね、いやこれめちゃくちゃいいっすよ。今日ちょっと止まってからが長かったっすけど、いや本当にいい車だったっす。そう、ね、びっくりした、ちょっとびっくりしたね今回ね。びっくりした、びっくりしました、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。いやこれいいっすね、欲しい M2 買っちゃう。いや久しぶりにすごいしびれた、うん、こんな車ないっすよ最近だって。なんかねこのパッケージ、うん、あちょっとまだ値段高いっすよね。高い、高くないっすか。だって新車でもう1000万するんだから、昔のさ M2 ってもう、まあ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 、そうっすね、800万、じゃあ200だから200万高くなっちゃってるじゃない。そうっす、いやだからこれが600万円とかそれぐらいになったらとてつもないことですよこれ。でも、はい、正直その今オークションの相場でいくと、はい、あんまりね、例えばその入ってないというか、あ、動いてないんですか。動いてないかったりとか、競ってないんですね、そんなに。はあ。だからある程度一定のレベルまでは あるんですけど、ただね、意外にもしかしたらお買い求めやすくなってくるかもしれないけど、でもこれ乗ったらやっぱ評価があったら相場は崩れないかもしれない。そうですね。これ絶対一回気になる人は乗ってほしい。走るの好きな人は。今は買いかもね。だってこれだって、はい、今価格帯からしたら。今年総力の1000キロしかしてないけど、新車価格からしたら結構、あ、まあそうですね、そうですね、お買い得になってるじゃないですか。いや最近の車でこんな楽しいのがあると思わなかったっす、うん、すごい、ありがとうございま す、これめちゃくちゃいい。じゃあ最後になりますけれども、はい、いやとんでもない車でしたね。そうですね、私たちもいい勉強になりました、はい、びっくりしたっす、はい、まあ、もちろんこちらのお車、はい、ご用命いただければ一番いいと思うんですけども、個人的には、はい、もうこれ乗ったことない方には、ぜひ乗っていただきたいなと思います。ああ、そうですね、はい、乗れる機会がね、そうですね、なかなかうちの場合は試乗車じゃなくて商品車なんで、はいはい、なかなか乗っていただく機会っていうのはないんですけど、はい、もしディーラーさんの試乗車だったりとか、はい、乗る機会があれば、はい、ぜひ乗っていただきたい車だなって思ったっす。そうですね、はい、あれ、まあこの手の車だと何だろう、サイズ的に言うとね、いろいろ競合する車種あると思いますけど、ぜひ候補の1台として。そうですね、はい、はい、であと並走シーンで別で今一人でも乗りましたけど、はい、あのオンオフすごいですね、うん、みたいですね、はい、やっぱりスポーツプラスに入れるととんでもない速さですけど、はいはい、あの普通のコンフォートであれば、普通の2シリーズって言ったらちょっと無理がありますけども、普通に乗ることもできちゃうっていう。そうですね、懐の深さもちょっと再確認しました、はいはい、ぜひご用命いただけるといいと思いますので、はい、こちらお問い合わせください、はい、というわけで今回は BMW M2 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。